They played us like a damn fiddle! もうすぐ、もうすぐ足が。君の足は治らないよ。願いなんて叶わない。これはそういう戦いではないのだろう。ユリ、どういうこと？実際の戦闘に参加してようやく事の全容を把握できた。我々は物理世界とは異なる、いわば人の集合無意識の世界で侵略者と戦っている。集合無意識の世界が顧問、二つの世界を結ぶゲートがここ星の宮、そしてそのゲートを制圧しようとする侵略者こそが原種なわけだ。差し詰め、私たちは人の精神世界を守るガーディアンといったところか。何を言っているのかわからないよ。私たちは人の心の力を使い、人の心の世界に重なりながら戦っているんだ。だからリフレクターの能力は原種が来た時以外には使えない。もちろんフラグメントの力もだ。それってつまり、この戦いに勝っても報酬はただの世界平和というわけだ。君の足には何の変化もない。現実世界への物理的干渉は起こり得ない。そんな、嘘でしょ。嘘だよね。嘘じゃないよ。ひなちゃんの足は治らない。原種をすべて倒したとしてもその願いは叶わない。そんな、騙したの？願いが叶うって言ったのも全部嘘だったの？私はどうすればいいの？何のために戦えば、何を信じれば。世界なんて、私は何のために。サラさん、ヒノコ、どうしたの？そっちこそ。ちょっと思いついたの。見てて。足が治らないって。原種を倒したとしてもその願いは叶わないって。私、何のために戦えばいいのか。どういうことなの？何があったっていうの？そんなことって、ひな子の足が治らない、もう二度と踊ることはできないっていうの？そんな、でもまだ何か手段があるかもしれない。それにユズとライムの言っていることが本当かどうか確証もないんでしょ。もしかしたら
治る可能性があるかもしれないし、だったらまだ諦めるべきじゃない。投げやりになるのはまだ早いでしょ。分かってる、分かってるけど、だったらサラサには分からないよ。踊ることのできるサラサには、自由に足を動かすことのできる未来があるサラサには、分からない。適当な気休めを言わないで。ひな子、私はそんなつもりで言ったんじゃなくて、サラサ、私のせいなの。簡単に倒せたよ。サラサのフラグメント、せっかくひな子が立ち直ったと思ったのに、リフレクターになって足を自由に動かせるようになって、少しずつあの頃と同じように生き生きとした表情をするようになってきたのに。サラサにはわからないよ。あの頃のまま変わらず、失ったことなんてないんだから。私はひな子に何も言うことができない。踊ることのできる私が、踊れなくなってしまったひな子にかけられる言葉なんてない。どうすればいい、どうすればひな子の力になれるの。足を治す方法がないか調べた。リハビリの本もたくさん読んだ。でも、初めて見た時からずっと憧れてきたのに。私にとってのエトワールはひな子だったのに。いっそ私の足も動かなくなれば、私も失えばひな子の気持ちがわかるのかな。ひな子に対して私は何もできない。なんで私はこんな無力なの。サラサ、
ひな子が昔の輝きを取り戻して嬉しかったのに、せっかく昔のように輝いてくれてたのに。なのに。知らなかった。サラサがこんなに私のことを考えていてくれたなんて。どうすれば私はひな子の力になれるんだろう。どうすれば。そんなことも知らずに私は。戻ろう。戻って話をしないと。ごめんなさい、また迷惑をかけてしまって。いいの、全部私のせいなんだから。でもやっぱり恥ずかしいわね、心の中を見られるのって。けどあれが本音よ。今までうまく言えなかったけどね。サラサ、ありがとう。私のことを気にかけてくれているサラサの気持ち、痛いほど伝わった。改めて言われるとやっぱり恥ずかしいわね。ううん、嬉しかったよ。私何も分かってなかった。苦しんでるのは自分だけだって、こんなの他の誰にも分かるわけない、そう思ってた。ひな子。けどこうやって私のことで苦しんでくれてる友達がいる。私のために足を失ってもいいとまで思ってくれる相手がいる。改めてそのことに気づくこともできた。それがすごく嬉しかった。ありがとう、サラサ。怪我をしてからサラサを見るたびに思ってた。ううん、本当はずっと前から思っていたのかもしれない。サラサみたいに私も踊れたらなって。私はひな子の踊りを初めて見た時からずっとひな子みたいに踊りたいと思ってたわ。サラサ、お互い同じことを思ってたのね。そうみたい。けど思っていることをはっきり伝えることができてよかった。これでやっと本当の友達になれた気がする。友達にでも全てを話すのはなかなか不安だったもの。そうかもしれないね。もしかしてユズとライムも同じだったのかも。私はサラサのことを分かったつもりで何も分かっていなかった。口では厳しいことばかり言っていたけれど、心の奥では本当に私のことを気遣ってくれていた。人の心は分からない。表に出ている態度とその心の内で思っていることは違う。だったらユズとライムもそうかもしれない。いや、きっとそう。目に見えることだけが全てじゃない。心から願うことが一つだけ叶うと言い続けてきたことにも何か意味があるはず。だって二人はあんなに私のことを思って動いてくれたんだもん。ユズとライムを、二人を信じてみよう。二人が全てを話してくれるのを待とう。